はい、これはもう大人気企画、はい、心霊検証シリーズですね。怖いですよ。え？上の後のうめき声はガチじゃないですかね。そうそう、これは認定ですね。いや、これはえ？シェ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 なんか気合入ってるかな俺が。はい、さあ次ですね、はい、こちらはあ馬面さんが、はい、大根ママと一緒に行ってる。いやー、そうですね、結構懐かしいですね、はい、これ八王子、八王子ですね、うん、お地蔵さんが88体いるんですよ。でなんかここのお地蔵さんを巡るだけでその、まあ、お遍路の役割を果たすみたいな、うん、っていう88箇所巡りみたいな、すごいですよ、っていう高畑城で、まあ、ここはね雰囲気としてはすごい気持ち悪かったし、なんかずっとしょんべんくせえですよ。あ、言ってらっしゃいましたね。なんか動物の獣、獣臭というか、そうなんか臭いなってずっとママと言ってた場所ですね。常になんか便所の匂いがする。これ3分45秒のところで男性のこんばんはという声が聞こえ超えるそうです。はい、こんばんは。マジで OK、 じゃあ行きましょうか。ちょっと聞いてみましょう。はい、お願いします。いや、言ってましたね。言ってましたね、はい、じゃあもう一回行きましょう。おお、はい、あれ、馬面くんじゃないよね。これね、声的に誰だろう、うんうんうん、長谷川さん。私もこの回も長谷川とあと平田が言ってる回ですよね。ですよね、だから俺はなんかさ、いや平田かなと思ってなんか要所要所で出てくるね、マジで。あいつ多分喋ってるんですよね。歌手の時一人言とか、これさ、なんかさ、なんかママの背中めっちゃもっこりしたね、なんか大丈夫これ。ママの脂肪です、これは。こんなにもっこりする。いや、まあ確かにこれやべえな。こっちの方が怖いんだけど。これやばいっすね。これやばくない？なんか入れてんのかな。なんか背中になんか入ってるよ、マジで。なんか入れてるのかもしれない。背中には入れないっしょ。まあ、うん、平田、うん、これは平田やな。今のは平田さんですかね。平田な気がします。あ、確かに確かに。続いてですね、幽霊坂っていう東京にある、うん、あところなんですけども、そこでなんか心霊写真が撮れたなみたいな回だったんですけども、はい、そこで6分51秒に息を吸う音がするそうです。呼吸音みたいな感じなんですかね、うん、するそうなので、ちょっとカメラマンっぽいな、ね、もう大体予想できるよね。予想がね、もしかして俺たちね、長いからね、これベテランですから、検証がいいから、うん、行きましょうか。じゃあ早速聞いてみましょう、はい、何の音ですか。パキって言いましたよね。言いました。ね、猫で。いや、これはこじこじだろ。これはこじこじだろ、馬添君と。いや、でしょうね。え、なんか疲れてた。いや、それで呼吸しただけだね、マスクしたから。で、で、まあ、はい、ジャンプです。だいたいわかる、だいたいわかる。これも馬添君行った黒川清流公園というところ、大根ママと行ったところです、ね、おー、これは八王子行ったわ、はい、ここもなんか声が入ってるっていうのと、あとなんか手が見えるみたいな、でもそんなことないよっていうのをコメントの中で議論されてる方がいるので、なるほど、決着をつけられればなと思って。わかりました、倒します。あ、はい、これがですね、正真正銘の一応心霊スポットの言われがあるところっていうところなんですけど、これだこれだ。え、これなんだろうね。これは何なんだろうっていう。え、でもこれカメラマンいたっけ。行ってない、ね、男だけはいない。え、でことはここ長谷川さんだけっすよね。これも多分平田はいます。平田です。でもね、いやでもね、平田の声っぽくなかった。いや、そうなんです。でも女性っぽい感じの声でしたね。そうそうそう、平田くんの声ではないなって感じ。もう一回聞いてみましょう、うん、一応心霊スポットの言われがある、うん、ところっていうところなんですけど、これだこれだ。あ、え、ママの声じゃない普通に。ママですか。馬面くんがその後にこれだこれだこれだって言ってるやろ。あ、 その前にママがあ、これだこれだって多分言ってるよ。なるほど、ちょっとそれで、あ、もう一回じゃあそれ意識して聞いてみます。ちょっと前から言ってみて、OK、はい、一応心霊スポットの言われがある、うん、ところっていうところなんですけど、これだこれだ。ほら、ママっぽいか。ママっぽいよね。え、その後に馬面くんがこれだこれだって言ってるよ。あ、そうかも。うんうん、ママか。多分ママっすね、これママですね。なるほど。
るほど。ママが多分何かを発見してこれだこれだって言った後に、うん、馬猿くんが多分そう復唱してるよね。多分そうそう、はあ、プロ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 ですね。もう聞くプロやっぱ心霊評論家ですからね向こうさんは専門ですね。専門家ですから副業で野球やられてる副業なんですね実は、うん、よかったね、分かってよかったですね、うんうんうん、はい、ママですね。ママです。はい、ママです。これはママです。間違いない、はい、でそのままこの動画の中の3分45に手みたいなのが見えるっていうコメントもあれば、いやそれは違うよっていう人もいて、急に寒い。何ここ、温度違うっすね。全然違うよね。全然違いますね。え、あー光の加減かな。え、まさか見た。はい、光っぽいっすね。こういう感じの手、うん、そうそう、え、急に寒い。何ここ、温度違うっすね。全然違うよね。全然違いますね。あ、木と光か。光じゃないですか。うん、木と光、あ、これね、木と光、めっちゃ手に見えるね、これ。これ光、光、これは光です、ね、うん、わあすげえ、これ立体的に見えるからさ、手に見えるね。馬猿くんこれ照らしてるもんね、左で。そうそう、うん、そのライトが当たってるのかなっていう。これは光です。はい、光です。妙見型というところで、なんかオーブに見えるんじゃないのってますが、これもまあ私は疑ってます。わかりました。虫やろ。じゃあ、ガヤガですよね。超ガヤ。ちゃんと最後の方、羽見えてた。確かに。え、むしろさ、このさ、左上のさ、ここに、これのなんか変な緑色の方が気になってる。気になってますね。あれ、でもなんかこれ、ライトかなんかの、ちょうどここに街灯があるんですよね。あ、そういうこと。それの反射っすよね。あ、ぽいな、うん、はい、虫です。ついこの間、長野県を心霊スポット10カ所、1日で回るってのをやりまして、うんうん、その中の4カ所目、観音寺隧道というところで、なんかよくわかんない音が入ってるっていうことなので。やっぱめっちゃ耳元に聞こえるんですよね。でも全然聞こえないです。おお。え、俺聞こえなかった、ちょっと待って。これか。これはなんか怖いね。え、そう、この上はなんか誰の上でもないような気がする。え、聞こえた普通に。もう一回もう一回もう、え、怖いねこれね。怖い声。やっぱめっちゃ耳元に聞こえるんですよね。でも全然聞こえないです。え、ヨコさんこれです。これでも このいる人言わなそうな声じゃないですか。うん、声質違いそうな気がしますけど、なんか喉を絞って出してるような声。ええみたいな。ヨネズ言うと思った。ヨネズの霊か。でも全然聞こえないです。いや、これはなんかさ、あ、でもここもっぽいけどな。ここもかな。こんな怖い声出す。ここもではないですよね。なんかその前後の喋ってる感じからして、そこでそのそういう風に言う感じ、なんかちょっとかぶってませんでしたっけ、ここの声。喋ってたような気がするんで、あ、そうなんだ、そうなんだ。多分違う。ちょっともう一回見てみたい。行きましょう、うんうん、行きますよ。めっちゃ耳元に聞こえるんですよね。でも全然聞こえないです。ああ、確かに喋ってるよね、うんうん、確かにあの間でうっと言ったらもう取り憑かれてるからとしか思えないから。いやー、これは死ねです。おめでとうございます。これはですね、山形県の高田寺山展望台っていうところに行ってきたんですけど、うん、ここで生配信を知ってたんだけど、11分15秒のところに何かが覗いてて、12分12秒から16秒の間に左端に人影がいるっていうのがあるそうなので、何かが覗いてるってちょっと映像的なやつなんでね。そうですね。ということで、早く見た方がいいかもっていうコメントがあったんですね。早く見た方がいいかもっていうコメントがあったんですね。あー、すごい。え、これな、え、なにこれ、動物？猫？いや、ほんこれ頂上なんですよ。高さが多分何メートルぐらいあるんだろう、あれ。50はこう言ってたから、あの、本当に木々も、そうですよね。言い方的にちょっと難しいけど、まあ人の形をもうしてない、なんか、うんうん、死ねたいという。いや、これすごいね。よう気づいたね。これは何だろうね。めっちゃ気になるよ、これ。気になりますね。ちょっとわかんねえな、これ。続いてですね、この12分12秒から16秒の間にも人影のようなものがあるそうなので、ちょっとそっちも見ていきましょう。これまた展望台登ってる時、はい、ここに左端に人影、降りた後ですね。あ、降りた後なんだ。あ、止まった、出てきた、すいません、ちょっと
電波が悪くて出てきました。電波が悪くて出てきました。これ何なのね。光かな。なんだろう。すごいねこれね。確かに人影に、うん、見える見える。見えなくはない。全体が集まっててもおかしくないなっていう感じの雰囲気ではありました。ここ自体が場所がすごい悪そうかな。電波塔がめちゃくちゃ立ってんだよねここら辺。山だからなんかそのせいで、あれかな、その磁場的な、なんかそういうのは電波とかは悪そうかなっていう雰囲気は、まあ人かな、人ですかねっていう気がしますけどね。この展望台やばいやん。結構すごいところでしたね。ここ自体人かもしれないですね。人ですかね。一応人ってことにしてきました。そう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 ですね。これはじゃあ認定ということで人で。はい。はい。ありがとうございます。ごめんなさい。ごめんなさい。ここが3階なんじゃないの？遺体が見つかったと。鉱山税妙王院。いやーでも結構認定良かったんじゃないですか？ちょっと、うん、今回。そうですね。どうですか？まあなんかね、まあ結構人の害もね結構あったんですけど、うんうんうん、まあ平田がだいぶ。平田がだいぶ出てきてましたけど、まあでもなんか中にはねこう上とかさ、うんうんうん、ちょっとこう怪しい人からは出てこないような声とか、ね、あのね、なんだっけ、座敷わらしのとことかね、そうですね、あそこね、あれもすごい不思議で、確かに確かに、うん、なんか結構いいのあったんじゃないですか。ようみんなやっぱ気づきますね。そうなんですよね。なんか俺らは全然気づくタイプじゃないけど、なんかその場ではなかなかわかんないですよね。あとから映像見返してみて、なんかみんなに見てもらうっていうやり方じゃないと、そうなんですよね。ありがとうございます。皆さん、はい、コメントを本当にありがとうございます、はい。これからもですね、多分動画いっぱいたくさん出ますので、はい、はいはい、コメントをいただけると嬉しいです。そうですね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、はい、本日は以上になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。平田すごいなあいつ。平田さん。平田にちょっと平田にきがね。平田にき。平田にきがちょっと。